モイカ川流路、ネフスキー大通りが通る、緑の橋から見たモイカ川を橋。後方は、マリンスキー宮殿、モイカ川は原住民である、イングリア人のイングリア語で、泥水の意味という。川の全長は約 5.0km で、川幅は4 0メートルに達するところもある。全部で10個の橋が架けられていて、目抜き通りのネフスキー大通りがその上を通る、緑の橋。 遺作広場のある青の橋などがある。モイカ川に沿った貸し通りには、ミハイロフスキー城オランダ総領事館、フランス総領事館、日本総領事館、プーシュキンの家と博物館、ケンピンスキーホテル、ストロガノフ宮殿、マリーンスキー宮殿などがある。ネバガークルーズは、モイカ川から出発するものもある。 地球の歩き方、ロシア2008から09にある地図など、財産クトペテルブルク日本総領事館地図、ありがとうございます。